皆さんこんにちは、今シーズンよりマイナビ仙台レディス監督を務めます松田と申します。本日はお忙しい中たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。今回、いろいろなご縁がありまして、Vリーグ初年度、新しいチームマイナビ仙台レディスというチームの監督として、戦うことができるということを非常に嬉しく思う、光栄に思うとともに、責任の重さも、感じております。日本で一番人が育つクラブというコンセプトのもと、若い選手たちを常に優勝争いできるチームとして成長させること、それが自分の使命だと思っています。東日本大震災から10年、新たなこのチームが、皆さんに勇気、希望、感動、をお届けできるような、チームを作っていきたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。こんにちは。この度日テレ東京ヴェルディベレーザから加入しました宮澤ひなたです。震災10年目というこの節目の年に素晴らしいクラブでプロサッカー選手としてできることをとても嬉しく思います。私はスピードに乗ったプレーが得意なので、そのプレーをどんどん出してたくさんの方に笑顔を届けられるよう頑張っていきたいと思います。また Weリーグ初代優勝に向けて日々精進していきたいと思います。応援よろしくお願いします。この度チフルです。以前埼玉から加入しました長野風花です。この仙台の地でサッカーを楽しみ熱くプレーしたいと思います。応援よろしくお願いします。この度チフル遠征埼玉から加入しました西澤ひなたです。この素晴らしいチームでプレーできることをすごく嬉しく思います。献身的なプレーをしてたくさんの方に応援していただけるよう頑張ります。よろしくお願いします。日テレ東京ヴェルディベレーザから加入します原井吹です。見ていてもやっていても楽しいプレーができるように頑張ります。このような状況の中でもサッカーができるということに日々感謝しながらプレーしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。この度日本体育大学から加入しました福田舞です。 Bリーグ初代女王となれるように松田監督のもとサッカーを楽しみながら精一杯頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは。この度レッソ大阪堺レディースから加入しました高田美優です。このチームでプロ選手としてスタートできることをすごく嬉しく思います。得点に絡みチームの貢献にできるようチームの勝利の貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。すごく温かいチームだなっていうのはとても思っていて、まだチームとしてはスタートしてないんですけど、自主トレとかでグラウンドに行くと本当にみんな元気よく挨拶してくれて、本当に先輩後輩関係なく仲がいいなっていうのはすごい率直に思いました。新しいチームでこう新しいサッカーをできるということが本当に楽しみですし、早く試合がしたいなと思います。チームのみんなもとても優しい人が多くて、これから一緒にやっていく上ですごく楽しみなことが待ってるかなってこれから楽しみになると。はい、他のチームでプレーするっていう移籍自体が初めてなので、ドキドキと期待感でいっぱいだったんですけど、自主トレーニングの時にも、仙台の選手みんな本当に優しくてフレンドリーで絶対楽しくなるんだろうなって思ってます。仙台にいて、4年ぶりに一緒のチームでプレーできることは楽しみです。松田さんのサッカーの
メニューとかも結構足元をキーパーも一緒にやるということなので、それがとても楽しみです。連絡っていうのは取り合っていたんですか？あの田選手はあのユイさんとは連絡を取り合っていたんですけど、毎日のように連絡してました。何か声をかあの介入するにあたって声をかけられたことがあったんですか？あ、一緒にやろうよっては言われてました。それで加入を決めたところもある。まあでも最終的には自分がどこでやりたいかだったんで、まあ一つの案としてありました。ありがとうございます。あの先輩方なんかとても優しく迎えてくれて、とてもいい雰囲気でサッカーできることをとても楽しみにしています。ありがとうございます。私はスピードが特徴なので、まあ、スピードに乗ったドリブルであったりとか、あとはサイドの突破、そういうところを多くの方に見てほしいなと思います。攻撃の組み立てであったりゲームをコントロールすることが好きでもありますし、そういう部分を見てもらいたいなって思います。あとこううまく賢くと誰よりも戦う姿勢をピッチで表現できればいいなと思います。体を張ったプレーで、無失点に抑えたいという気持ちが一番強いのと、もともとは中盤をやっていたので、その部分でビルドアップだったり味方へのロングパスだったりの精度を極めていきたいと思っています。プレースタイルとしては、まあ、常に次のプレーとかを予測しながら動いて、まあ、そういうプレーが多いかなと思ってます。あと、まあ、特徴としてはポジションにとらわれないというか、まあ、どのようなポジションでもできるというところは自分の特徴ではあるかなと思っています。キーパーなんですけど、まあ、攻撃の起点になれるようなキーパーになっていきたいと思います。ディフェンスと、まあ、ビルドアップ一緒に参加したり、1個奥のサイドハーフとかにもライナー性のボールをつけて攻撃の起点になれるように頑張ります。はい、自分はポジションフォワードなんですけど、前線からのアグレッシブなプレーで球際の強さとか、前線でボールを奪ってゴールに絡む得点できることを自分の特徴と思っているので、それをみんなに見てもらうように頑張ります。ずっとサッカーばっかりやってきたので特技とかはあまりないんですけど、まあ、寝ることが大好きです。あの韓国が好きなので、韓国料理だったり韓国のものをよく見て食べてます。よく食べているの、サムギョプサルとか、キムチチチゲ食べてます。よく見ているの。見ているものはあの Netflix とかでやってる韓国ドラマを見てます。それが一つ癒しです。はい、ありがとうございます。趣味は温泉に行くことで、よく試合の終わった日とか温泉に行くことが多いです。もう本当に完全に趣味でしかないんですけど、半年前ぐらいからゴルフを始めて、あのライナーでスパーンって打ってもライナーでしか打てないんですけど、ライナーで打ってるって言ってます。ご飯作れたりしちゃうので、まあ時間があったらご飯とかスイーツとか作ったりします。あのギターを弾くようになりました。あのまだまだ下手くそなんですけど、あいみょんのマリーゴールドの曲を少しなら弾けます。歌いながら弾くんですか？あ、はい。そうですね。
まあ、実際にその震災の地っていうのをまだ見たこと、まあ、テレビ上でしかないので、まあ、実際に行ってみたいなっていうのもありますし、まあ、その節目の年に、まあ、この素晴らしいとこ場所で、まあ、プロサッカー選手としてスタートできるっていうのは、まあ、私にとってもすごく価値のあるものになると思うので、まあ、まずはしっかり自分のプレーを出して、そのプレーを見てたくさんの人に元気を届けられるように、まあ、自分がやりたいことをまずはやっていきたいなと思います。本当にテレビで見た時のあの衝撃は今でも忘れられないんですけど、やっぱりそういうその震災があった地で、震災10年目っていう節目の年ということで、やっぱり、うん、私たちがこうサッカーを通じてそのたくさんの方々に勇気だったり希望をお届けする必要というか、まあ、お届けすることが私たちのやるべきことだと思うので、こうプレーでしっかりそういう、まあ、気持ちだったりっていうものを表現できたらいいなと思います。震災では実際テレビでしかあることはないんですけれども、実際その震災でたくさんの方が心を痛めている方がいると思うので、その人たちに向けてもそうですし、自分たちのサッカーで元気を与えられたらいいなと思っているので、そのためにも、初代優勝することは一番大切なことだと思うので、頑張ろうと思います。はい、その震災が起きてからこの10年間、まあ、サッカーだったりとか他のスポーツだったりとかでその地域を盛り上げてきている選手たち、そういう方々、それと同じようにまた、まあ、それ以上にこの地域っていうのを盛り上げていけるような、私たちの基本であるサッカーで見せていければいいなと思っています。10年前の震災で、まあ、身内の方が亡くなったりして、まあ、辛い思いをした人たちが今10年が経って前を向いて過ごしてると思うんですけど、まあ、自分たちがサッカーのプレーでそういう希望とかを与えれるのが一番ですけど、逆に自分たちもそういう方たちの気持ちを考えて、辛いことがあっても前向いて過ごしてきてると思うので、そういうところを自分たちが逆に教えてもらう、そういう姿を見て逆に自分たちが頑張らなきゃいけないっていう部分もあると思うので、お互い前を向きながら頑張っていけたらいいなと思っています。震災10年目が経っても、まだ大変な状況の中だと思うんですけど、私たちの、勝った上のプレーとかを皆様にお届けできるように、また皆様に元気を与えられるようにプレーで見せていきたいと思います。やっと喋れる時間が来ましたはい、まあ、若い選手たちですけど、非常にサッカーだけではなく、いろいろなことを考えながらたり日々過ごしているんだなというのは非常に強く感じました。自分もそうですけど、まあ、サッカーもちろんサッカー一生懸命やることは我々に今課せられたことですけれども、まあ、それだけではなくてやはり地域の方あるいは、仲間と成長していくというのが一番大事なことだと思ってます、まあ、そういう意味では彼女たちの今の言葉を聞いて非常にそれぞれ個性がありますし、しっかりした考えのもとで成長していける仲間になれるんだなというのを実感しました。はい、まずは攻守においてアグレッシブに、常に主導権を握る、まあ、そういうゲームを考えていきたいと思ってます。まあ、もちろんサッカーにはいろんな要素があって、相手があってのスポーツなので、まあ、その都度、判断すること、
実際に表現するプレーというのは変わってきますけれども、やはり自分たちが優位にゲームを進められる、意図的にゲームを進めるというのが基本的な考え方です。ただチームがこういうやり方をやる、だからそれに当てはめて選手をはめていくということは考えてないです。彼女たちの特徴をしっかりと見極めながら、新たなそのチームの形として、あるいはその選手が出る選手によって、やはりいろんな顔を持った、そういうチームを作っていきたいなというふうに考えています。